第108回日本選手権、6月27日から30日、新潟、デンカビッグスワンスタジアム、1日目。動画、青木涼真が初 V。男子3000メートル障害ハイライトをチェック。パリ五輪代表選考会を兼ねた日本選手権の1日目が行われ、男子3000メートル障害は青木涼真、本田が8分24秒21で初優勝を果たした。パリ五輪の参加標準記録、8分15秒 00 には届いていないものの、ワールドランキング、ロードトゥーパリで出場資格を得られる位置にランクインしており、パリ五輪出場へ大きく前進。東京に続き、2大会連続の五輪、そして22年オレゴン、23年ブダペストと世界選手権2大会も含め4年連続の世界大会出場となりそうだ。調子が悪かった、という青木。積極的な走りを見せる柴田大地、中大、新家雄太郎、愛三工業の後ろを追いかける形に。2人が引っ張ってくれたおかげ、と青木。ラスト半周になったところでぐっと前に出ると、持ち前のスプリント力を発揮して貫禄を示した。この種目の第一人者、三浦龍司、スバルは代表に早期内定したこともあり出場を見送った。鬼の犬間に、と自身で苦笑いしたが、調子が悪い中でも勝ち切る強さはさすが。優勝できてほっとしています、と言い、パリ五輪では、決勝でしっかり走りたい、と力強く語った。